軽気道庁軽気道庁北部庁舎軽気道は、大韓民国北西部すなわち、朝鮮半島中西部に位置する行政区で、朝鮮八道における軽気道からソウル特別市とインチョン広域市、及び朝鮮民主主義人民共和国の統治範囲を除いた地域。道庁所在地は、水原市。西は、航海に面している。 1945年の南北分断及び1950年から1953年の朝鮮戦争により、軽軌道は分断された。軽軌道のうち北朝鮮の実行支配下に置かれた地域については、北朝鮮では軽軌道の行政区を設けず、現在は海上特別市及び周辺の道の一部として統治している。人口はソウル特別市より多く、 韓国で最も人口の多い広域自治体である。首都ソウルと港町、新川をつなぐことで栄えてきた地域である。なお、北朝鮮も韓国と共に憲法上は朝鮮半島全域を領土としているため、ソウル特別市を認めず、景気道をソウル市としている。景気道は、紀元前18年、三国時代から政治的に大変重要な場所だった。 三国の一つであった、クダラの子孫の王応が、河南の慰霊場を首都に定めて、以来、五世紀半ば、観光流域は高栗に併合されたが、553年、白木の領土となった。その後、三国を統一した統一白木の全国9、州のうち、今の景気地域は、半三樹と称されるようになった。統一白木の次の王朝である高来の、 大層権が海上を首都に定めてからは、景気地域は歴史の中心部隊として浮上した。1018年から東地域を正式に景気と呼ぶようになった。そして朝鮮時代には、大層李政権が首都関与に定めた後景気地域を再調整し、大層、清掃時代からは、甲州、水原、李州、安城を含む東南地域が景気に移り属されるなど、 現在の軽軌道とほぼ同じ行政区域となった。1895年からは、従来の行政区域が改変され新しく23、不正が実施されることになり、軽軌道は、ハンスン府、ニガワ府、中州府、高州府、海上不良域に属するようになった。日本統治時代には1910年10月1日、従来のハンスン府が軽軌道に編入され、 形城府に解消されることになり、道庁が設置された。終戦と同時に、大韓民国政府が発足し、1946年軽軌道から首都ソウル特別市が分離され、軽軌道の一部地域がソウル特別市に編入された。1967年には、軽軌道の道庁所在地がソウル特別市から水原市へと移された。 1981年軽軌道から、新川市が分離され、1989年と1995年、金浦軍の一部、加滅軍、高架軍などの軽域地域が、インチョン広域市に編入された。軽軌道は、朝鮮半島の中央西側の統計126度と127度、北緯36度と38度の間に位置しており、面積は、 国土全体の10.2%の10.114平方キロメートルである。北は86キロメートルの急線ラインを挟んで、航海北道、航海南道、関温度、西は航海に面しており、東には関温度、南には中西北道、中西南道と隣接している。その中央には韓国の首都ソウル特別市が位置している。道庁所在地は、 水原市であるが、北部地域の行政上の便宜を図るために政府市にも北部庁舎が設置されている。軽軌道の気候は夏と冬の気温差が激しい大陸性気候であり、はっきりした四季がある。春は暖かく、夏は高温多湿。秋は涼しく、冬は寒くて雪が降る。年平均気温は摂氏11度から摂氏13度であり、 北東部の山岳地帯が低く、南西側の海岸地域が少々高い。1月の平均気温は、景気湾付近が低、摂氏3度、南観光流域が低、摂氏3度から低く摂氏4度である。北観光と林杖流域が低く摂氏4度から低く、摂氏5度と、海岸から内陸に行くほど冷たく気温の差が大きくなる。特に、 北朝鮮との急線ラインに近い東津川市や波州市、南東部の山岳地帯にある陽平ラ群などは寒さが厳しい。夏は冬に比べ地域差が少なく、内陸地方は景気湾付近により高い方である。一番暑いところは平沢市で8月の平均気温が摂氏26.5度である。年平均降水量は1100ミ、mm、リメートル内外と夏は 雨の量が多く、冬は乾燥した日が続き、降水量が少ない。北東部内陸地方である北観光流域と林新工場流は、降水量が1300ミ、mm、リメートルから1400ミ、mm、リメートルと、海岸地方の900ミリメートルより多い。1月の平均気温、ソウル・インチョン・スイバライチョン用氷高下8月の平均気温、ソウル・インチョン・スイバライチョン用氷高下系軌道は、 東から西へ流れる観光により、南北に分かれているのが特徴である。観光地域の北側は主に山が多く、南側は平野が広がる。景気道の地形は東高生庭に代表されるが、甲州山脈と車霊山脈が東の方に伸びて次第に低くなり、西には金浦平野、景気平野、平沢平野が広がっている。景気道は川と湖。 山と海の美しい自然に恵まれている。代表的な川である観光、林信港安城川などが航海に流れ込み、景気平野、延城平野、安城、平野などが川の周辺に越えた平野地帯を形成している。景気道には中国方向に伸びている甲州山脈と車霊山脈などがある。甲州山脈には明智山国見本、 龍門山など1000メートルを超える高い山が多くある。河口岩地帯が発達しているため、河口岩の剥離作用による、奇岩絶壁が美しく谷が深い。車霊山脈は、中西北道と境を接しており、比較的高度の低い丘陵性山地である。景気道内の国立公園としては、偽政府に位置する北間山国立公園があり、同立公園としては、 宿猟前自然休養林、南関山城道立公園、貨幣、恋人山道立公園、ムルヒャギ樹木園などがある。その他にも、東図川市の商用山、陽平羅群の龍門山、安陽市、香川市の観楽山などの名山や観光、林信港など美しい自然景観に恵まれている。景気道は、韓国の近代化及び都市化に伴い人口が、急激に増加した地域といえる。 1960年には274万8765人。1970年には329万6950人。1980年には493万3862人。1992年には6619629万人。2000年には898万2298人。 2009年には11549,091人へと増加した。2009年現在初体数は4284,475初体。初体あたりの人口数は2.7人。人口密度は全国平均492人平方キロメートルより高い1,134人平方キロメートルである。2014年現在人口数が最も多い地域が 水原市の120万1564人である。その次は、茅市、城南市、香川市の順である。なお、人口密度が最も高い地域は、富川市の1万6269.7人、平方キロメートルである。景気度は、首都ソウルの背後生産団地として、電子、機械、重化学、鉄鋼などの重工業と繊維などの軽工業。 農畜水産、林業などの各種産業が発達している。近年、高賃金などの影響で、韓国経済における各種製造業の割合が低く、従来の産業構造を現代的に改善するため、軽機動も多角的に取り組んでいる。軽機動は、先端 IT 産業とデザイン、コンベンション、観光など、ソフト競争力中心のサービス産業の育成と、 平沢港を活用した北東アジアの貿易ハブとして成長するため積極的に投資を行っている。その他にもイチョンマや陶磁器などが特産品として長く知られており、スイバラのサムスン半導体、ハシューの LG LCD 団地、イチョンのハイニックス半導体など韓国を代表するグローバル IT 企業の製造拠点が多数立地している。 軽気道の行政区域軽気道は2013年9月現在、28市3郡で構成されている。そのうち19市が南部に、9市3郡が北部にある。水原市、富川市城南市、龍飛市市安陽市安山市香川市光明市、甲州市郡浦市市京市安城市枯洲山市、儀王市町市平沢市香南市加城市加谷市九里市、 金峰市南洋州市東津川市洋州市に政府市、派州市、河江川市里州市未州また景気道韓国の景気道のうち軍事境界線以北の北朝鮮実行支配地域に存在する名目上の行政区画で一市二軍がある。伊北五道委員会に属する市長、軍主が置かれている。北朝鮮の行政区画では公海北道及び海上特別市に属する。 軽軌道は国際的な航空交通が非常に発達している。韓国の関門であるインチョン国際空港が近い上、第二の国際空港である金浦国際空港も近い。韓国最初の鉄道の京ひ都市線と最初の高速道路の京腐高速道路、京ひ都市高速道路が通過する地域として、ソウル大都市圏及び首都圏に属しソウル市と緊密に連携しているため、 交通アクセスが支便である。道路の舗装率は平均86.5%に達しており、また、ソウル市を中心とした鉄道網も発達している。地下鉄1号線と直通する首都圏電鉄1号線は、南は安陽市、水原市、平沢市などを経て、中西南道河山市まで、北は犠牲府市を経て東津川島で運行している。また、 3号線は、北部の茅谷市まで、4号線は、香川市を経て、四京市まで、7号線は、北は、犠牲府市から、南は、富川市まで、8号線は、城南市まで運行している。このほか、ソウル市城東区の大十里駅から、城南市、竜人市を経て、水原市まで結ぶ盆東線もある。さらに、八州市の林津駅から、茅市、ソウル市、九里市、 南洋州市を経て、陽平原軍の都平駅へ至る経緯、中央線、ソウル市中ローク場、大鳥駅から急離市、南陽州市、貨幣郡を経て、関温度春泉市の春泉駅へ至る計春泉なども、ある。平沢港を利用する船舶の割合も高いが、それは、ソウル市をはじめとする隣接地域が輸出入などの貿易の門戸として、重要な役割を担っているためである。 軽軌道はグローバル時代の人材育成のため教育への投資も積極的に行っている。大学キャンパスの軽軌道への移転も及び特殊目的高等学校の追加設立などを推進中であり国内最大規模を誇る波州英語村をはじめ英語教育のための安山英語村、洋平英語村なども開設、運営している。軽軌道は 長い間首都として栄えた歴史を持っているため、遺跡地が多く残っている。王領として、九里市の東九領、南洋州市の光領と、光領、広市領などがあり、城郭としては、世界遺産に登録された水原市の花城や、南韓山城、幸州山城、高架山城などがある。寺院には、韓国で最も古い木造建築物の高架 ウキンシテラム両小飛ぶ木殿があり、その他にもテンプルステーが体験できる古い寺院が数多くある。リュウヒトシの韓国民族村では民族文化を発集シの反問点では韓国の分断の悲しみが実感できる。ケイキドはソウルまでわざわざ出向かなくても多様な文化生活が楽しめるよう道を挙げて積極的に取り組んでいる。スイバラ、 景気道文化の伝道や流飛都市、景気道国学堂では多様な講演が行われており、流飛都市、景気道博物館、白南純也アートセンター、安山市の景気道美術館、甲州市の当時博物館などは、道で設立、運営している施設である。その他にも、長江アートパーク、八州市の平利出版芸術団地、伊調市の陶磁器エキスポなどが有名である。 スイバラワールドカップ競技場では2002年日間、ワールドカップの試合が行われた。軽軌道を本拠地にするプロサッカークラブは、K リーグクラシックには、スイバラサムスンブルーウィングスと、城南 FC、また K リーグチャレンジは10クラブ中5クラブが、軽軌道を本拠地としている。バレーボールの V リーグには、男子は、水原ケヘプコ、ビッグストームと、アンザンラッシュキャッシュ。 ベスピットがあり、女子は現代建設ヒルステート、韓国道路公社ハイパスジェニスアイビーク企業銀行、アルトスが所在。バスケットボールは、男子の韓国バスケットボールリーグは暗用、KGC 人参公社と、カヤオリオンズが、女子の韓国女子、バスケットボールリーグは、新韓銀行 S バード、サムスン生命ブルーミンクス、KDB 生命、ウィーナス。 富川花外観銀行の4チームが所在する。また、香川市に、ソウル競馬場、光明市に、光明堂無競輪場、河南市に、協定の、サリ想定競技場が所在する。軽軌道には有名なテーマパークと、リゾートが多くある。来場者数ベース世界10大テーマパークに選ばれた、エヴァーランドが、龍人志市に位置しており、か市には、韓流コンテンツのテーマパーク、 韓流ウッドが形成中である。国立現代美術館と動物園などがある、果て川、ソウル大公園、龍ュウ市韓国民族村なども家族連れの観光客が多く訪れる施設である。その他にも、軽軌道にはソウルの人口を狙って有名スキー場とゴルフリゾートが多数立地しており、イチョン市、温泉も大変有名である。軽軌道には、 古くから、イチョン市の米、ヨータイラ軍の韓国有、水原市のカルビや九州料理、西海岸の新鮮な海鮮料理などが広く知られている。軽軌道の祭りは2004年ベース計4 9個である。ありがとうございます。